ブリッジウォーター運河ブリッジウォーター運河運河時代は、イギリスにおいて、運河を利用した水運が盛んであった1760年代から1830年代の時期を指す。運河による大量の物流は、初期作業革命を支える原動力となった。イギリスでは、海洋や河川を使った水運が古くから盛んであったが、それがかえって運河建設の機運を阻害した。だが、 産業革命の開始とともに内陸部でも、鉱山や丹田の開発や工業化、都市化が進展し、河川や海洋の利便のない地域でも大量輸送の必要性が高まっていった。1761年、ワースリー炭鉱を所有していた第三代、ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンが、炭鉱とマンチェスターを結ぶ運河を建設し、さらに6年後には、 技師ジェームス・ブリンドリーの助力を得て4年間の工事の末にこれをリバプールのマージー川川口にまで伸ばした。これによってマンチェスターでの石炭価格は半減し石炭輸送費の大幅な削減と大量輸送に成功したブリッジウォーター港は莫大な収益を得た。その後ブリンドリーは大艦船運河構想を立ち上げ、 その基礎となる延長 150km のトレントマージー運河の建設に乗り出した。ブリッジウォーター運河の成功を見た投資家たちの支援を得て建設は順調に進んだ。ブリンドリーは1772年に没したが、その後継者たちによって1777年に運河は全通し、以後イギリス各地で運河建設が進み、 特に1790年代前半には、運河熱と呼ばれる投資ブームが発生した。ジョン・コンスタブルによる1822年の会が、ハムステッドのアドミラルズ・ハウス。ロンドン北部のハムステッドを馬に引かれていく、橋ケ船運河の開通によって、従来陸上輸送が困難であった、穀物、鉄鋼、石炭、糖度、塩、食料品などの物資の輸送が低廉かつ大量に、 行えるようになった種類によって差はあるものの、運河による水運の輸送費は、陸上のそれの3割程度であったと言われている。また、輸送費の低減は、市場の拡大にもつながった。さらに、交通の利便が良くなり、未開地の開発が進行するとともに、新たな都市が成立し、人口分散を促した。そして、運河自体の建設、維持管理や橋梁橋け、 ボートなどの関連物の製造のために技術者育成が行われ雇用が創出された。こうした状況は産業革命の展開のための基盤整備につながりまたさらなる運河への建設と投資につながった。運河に対する過剰な投資を防止するために運河の建設、運営は議会による個別法で認められた株式会社方式による運河会社に委ねられることとなった。 こうした運河会社は貴族や地主、炭鉱や工場を運営する資本家によって主として経営され、さらに銀行や地元の中小商工業者も積極的に投資を行った。1802年までの半世紀間に運河会社に投じられた資金は約1300万ポンドに上ると言われている。だが一方で問題も多く抱えていた。まず、 運河会社と運送業者が別個に経営され、しばしば運河会社側が独占的な地位を利用して通行料金を引き上げて運送業者を圧迫する。一方、運送業者も利用者に対して高額料金を請求して利益を貪さぼる場合があった。また、各運河のゲージが不統一であり、運河間の乗り入れが困難で接続地点での荷物の積み替えを要する場合もあった。 さらに運送業者のボートは小型のものが多く、ほとんどが10トン以下であった。そして致命的であったのは、ボートを動かす動力は人力もしくは馬などによる、牽引以外の方法がなかったために、最高時速は3.5ノットが、やっとでかつ、速度の維持も不安定で、そのために正確な時間に基づく運行が不可能であったことである。そのために鉄道が登場すると、 運河会社、運送業者の激しい抵抗にもかかわらず、鉄道に輸送の主導権を奪われることになるのである。ありがとうございます。